Welcome, comrades. Thanks for jumping here. Today we're going to be reacting to the 9th M1 Grand Prix, Amano-Jaku. Did I get it right? Well, anyway, if I did it right, then don't please pardon my pronunciation. I still have a bad tongue. But anyway, let's begin. This is another Grand Prix, so I'm dying to see what this one's all about. But before we begin, make sure you watch the original video, the original video, and link the description box down below before you're done. Let's begin. Hope you'll enjoy. Let's go. あの死刑宣告受けてるんだけど、明日処刑日でさ。重てえよお前。のっけから重たいわよ話題が。まあでもね、うん、ずっと命を狙われてるんだけど、うん、やっぱ漫才大会はいいね。無礼講、平和主義、休戦中になるからね、大会中は。ああそうですか。でも私は今でも下克上を諦めてないからね。虎視眈々と次の策を練っているところだから、今に見とけよお前ら。画面を戻してくれるかな。何？やりにくくてしょうがないんだけど、さっきから。やりにくい？じゃあこのまま続けよう。続けるなっつん。戻せよ画面を。なんで？いいじゃん、できるじゃん漫才。いやいや、できるけども、私は逆がいいな。私はこのままがいいな。こいつ。カメラカメラカメラ。ねえ、よろしくねお前ら。あ、せいじゃ、私も逆のままでいいな、やっぱり。うん、じゃあこのままにしよう。どうすればいい？どうやったら戻る？はいはい、じゃあ進めよう。やっと戻ったお前も。あの宝珠ぬえがここまで立ちどぐ、私ってすごいだろ。すごくないわ別に。まあでも嫌われ者のこんな私とコンビを組んでくれて礼には及ばんぞ。ふざけんなこら。ぶっ殺すお前。ぶっ殺されてんか本当に。いやしかしね、下克上画策から1年経つけどね。もう1年か、早いもんだね。未だ下克上はなされていない。まあまあね。なんでできないか、その理由を私真剣に考えてきた。ああそうですか。動物の森をしながら真剣に考えてきた。いや真剣じゃねえだろ。ゲームだろ。その結果出ました。何が出たんですか？幻想郷は強い妖怪や人間が多すぎる。まあ確かに多いですな、どこに行っても。私思ったんだけどね。何を？そういう強い連中を全員暗殺してやろうと思ってる。だいぶ穏やかじゃないけどもね。真っ向勝負じゃ勝てないからな、うん、でもお前もいるだろ、あいつらが死ねばこうなったかもしれないみたいな。まあ昔はそういうことも思ったけど。だから今日はさ、うん、その暗殺の練習をさせてくれよ。聞いたことないよそんなの。おふざけが過ぎるぞ。いやいや、暗殺の練習をさせて。本気なのそれ？本気に決まってるじゃん。大体あれでしょうが、漫才師とか言ったらね、暗殺の練習をさせてくれとか言ってお茶濁してうーってふざけて終わりでしょうが。そのタイプでしょあんたも。うー、おいおい、今の私は漫才師じゃねえからな。じゃあ何？暗殺者だからな。本気かお前。なあ、本気で思ってんのかって。本気や。じゃあ本気見せてみろやお前。本気見せたらじゃあ暗殺の練習してくれるんだな。そりゃ本気だったら私も付き合うよ。どうせ冗談だろ、私は信用しないよ。じゃあ見とけよ私の本気。はいはい、行くぞ。おう、よし。おっと、今私首を失ってもいいとさえ思ったの。赤乱気じゃないんだからお前は。よし、じゃあ私は何をしたらいいんだ。じゃあまずは早速最初のターゲットは死刑駅で行こう。なるほどな。よし、私はどうしたらいい。死刑駅に化けて人間の里を歩いていってくれ。よし引き受けた。さて夕飯は何を食べようかしら。おいじぞ。え、人間の里をご通行中の皆さん、私は今から身につけた暗殺剣で死刑駅を殺します。バカ野郎かてお前。おい、暗殺って意味分かってんのか。なんだ人間の里の皆さんって、人知れず殺せよお前。そうか、人気のない山林に入った時とか。山林な、よし。さて今日はオムレツ、オムレツ。おいじぞ。覚悟、鬼人聖者奥義、残骸石王剣。はい、来た。お前は一人でにあのガキに落ちて死ぬのだ。足が勝手に。なあ幼女、ねえ、かわいい少女になってすぐエンマの席をもらえて、ねえ、苦労せずにやってきましたねここまで。裁判楽しかった？楽しかった。ああ楽しかった。でももうすぐ死ぬからね。残念だったねお地蔵さんね。誰か来ないかな。小町はあいにくおさぼり中だね。お前の教育の賜物だな。誰も来ないよ。はい、そのまま崖に落ちて。こんな感
感じだけど、どうかな、のえちゃん。素人の私が言うのもなんだが、うん、完璧やな。まあまあまあ、私は天才だからな。今のはいけると思うな。これで四季液は即死だろ。即死だな。よし、次。次、博雷霊夢を殺そう。来たね、これ。言っとこうか。ああ、今日も疲れたな。おい、ケイ。私に勝てると思ってんの？くそ、戦闘に持ち込まれてはこちらが不利。こんな手ら仕方がない。鬼人王に必殺ネコラマス。白霊の巫女染めたり。私としたことが。計6分の当たりを回そう。6分の当たりを回そう。おいおい、レイム。はい。なあ、いい思いしたな、今まで。あんたのネンドロイド何度か見たことありますよ。いつでもあんたは一番乗りだ。一回かもな。いい思いしたな。おい、今何日だ。12月29日。12月29日をもちまして白霊神社は閉店いたします。どうだった、のえちゃん。100点やな、お前。まあまあまあ、天才があるがゆえにか。ゆえにだな。まあでももう十分だろ。よし、最後行っとこうか。まだ行くのか。最後、どうしてもやらないといけないやつがいる。誰だ一体。ヤクモゆかりや。よし、心得た。ダダカモクサお前は。チョイ、その化け物め。しかし見ておけ、これでお前もおしまいだ。おい、こらバナ。冬眠中のところすみませんね。おい、お前のせいで主人公になったぞ一体。雑魚に追い詰めさせて最後にお前が私を仕留めるつもりだったんだろ。いいとこ取りかいつも。お前だけは許さないからな。はい、1位2位3文字切り。幕末の志士武市半平太の切腹を思い出すな。おい、見ろ三文字見ろ。ほら、シンプルだろ。三文字切りシンプルだねって言え。シンプルだね。三文字切りシンプルだねって言え。三文字切りシンプルだね。もう一回言え。三文字切りシンプルだね。よし、最後これ言えよ。私が今一番行きたい場所は沖縄だよって言ったらちゃんと言うこと分かってるな。分かってるな。よし、私が今一番行きたい場所は沖縄だよ。シャンプルだね。シャンプル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 。どうかな、姉ちゃん。くすぐったかった。どうかな。プロやな、お前は。天才であるがゆえに。最後は森近凛之助を殺しに行こう。もうやめとけ。いい加減にしないか。ありがとうございました。 That was impressive, but yet a little... なんだ、おい、なんで縛るんだよ、おい。さあ、とんでもないネタです。歴代大会の中で一番ひどいかもしれません。いかがですか、野江さん。うん、ひどかったよ。でもこうして聖者を捕らえることができたから結果オーライ。はは。なんだ、捕らえるってどういうことだ、野江ちゃん。さあ、どういうことでしょうか。あ、ではまず点数の方は何点でしょうか。ラスト5組目。はい、審査員の皆様、点数をよろしくお願いいたします。ジャッジ。さあ、最終決戦、最後の椅子は天のジャックか、それとも御心一家か。さあ、出ました。0点ケーシー、何ですかこれは。合計点は死刑です。ジャッジのせい。前代未聞、死刑判決が出ました。なんじゃ、なんで死刑になるんだ。おい、皆さん、鬼人聖者のおとり捜査高速にご協力くださりありがとうございました。なんだご協力って。この鬼人聖者はすばしっこく、感知にも優れ、捕らえるのに苦労しましたが、もう逃げられませんよ。どういうことだよ、ぬえちゃん。何、漫才大会は無礼講で休戦中になるって言ったじゃないか。優勝したら下克上できると言ったじゃないか。言ったけども、罠にかかったんじゃよ、お主は。おい、ぬえちゃん、私を騙したのか、私を売ったのか。売ったも何も。この裏切り者、裏切り者。わしはな、初めからヌエではないからの。お前は、楽しかったぞい、お主との漫才。私としたことが。こんなクソババアに惑わされるとは。惑わされる
これ我々も全く気がつきませんでした。おかしいなと思ってたんですよ、点数とか何か兆候が出てるなと。今思えばなるほど、点数がジャックされていたんですね。そうです。ですから私は普通に白や黒とジャッジしていたのです。はあ、しかし点数は点数ですからね、順位に変更はありません。はい。というわけで現在第5位の天のジャックはここで敗退。ミココロ一家が最終決戦進出です。やりましたね。おめでとうございます。では一応聞いてみましょう、堀川雷子さんいかがですか。私は好きだったよ。ギロチンの下りなんか最高にロックじゃん。後半は好みが分かれるかな。そうですね。では四季英樹さん。ええ、ネタに関してはひどすぎるの一言、公開操作でなければ放送できません。はい。断っておきますが私には飛行がありませんので赤保険は効きませんよ。はい。でもやっと心置きなく最終決戦を迎えることができます。皆さんありがとうございました。はい、わかりました。それではマミゾウさん、鬼人聖者死刑囚ありがとうございました。ありがとうございました。おい、ありがとうございますじゃねえよ。おい、凛之助の旦那、うまい儲け話があるんだ、聞いてくれよ。おい、さあということで最終決戦ではもう一ネタ披露していただくことになっております。はい。まだまだ勝負の行方は分かりません。これからです。いよいよこの後1000万円をかけた最終決戦です。戦いの行方は CM の後。東宝 M1 グランプリ。 Well, that's it. Poor girl. She got betrayed and double hacked. Wow. That was impressive.Well, anyway, thank you so much for watching. If you enjoyed this video, press that like button. Want to see more videos like this on a daily basis? Subscribe today. Totally free. Share the video with your friends. Leave a comment below for the games we play or actually videos we need to do. Check out some other videos you think you might like. I feel sorry for that girl, but, well, she was trying to assassinate people, so you can't blame them for catching her. Well, anyway, thank you so much for watching. And as always, I'll see you all in the next coming video. Goodbye, everybody.